la 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 sing your endless la 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 sing your sing your endless endless la 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 sing your endless la la ミルク色の夜明け見えてくるまっすぐな道忘れないよこの道をパトラッシュと歩いた空に続く道をいたからな。それに今日はお前に森へイチゴを摘みに行ってもらうことになっていたろ。あ、そうか、忘れてた。忘れちゃ困るな。たくさんジャムができるように頑張ってもらわんとな。うん、たくさん取ってくるよ。じゃ頼むぞ。でもまだ早いから途中まで送っていけよ。そうか。街には行かないんだ。森に行くんだよ。え？森へ？うん。野いちごを取りに行くんだ。わあ。ねえ、私も連れてって。うん。いいよ。じゃあ僕、おじいさんをそこまで送ってすぐ戻ってくるよ。きっとよ。うん。ママ、ママ、森へ行くの。早くお弁当作って。ねえ。はいはい。おはようござんす。いや、おはよう。ほーら、ほーら。さあ、どんどん行った。ほれ。あ、アロアのパパだ。ほーら、早く渡れ。ほれ。旦那さん、おはよう。おはようござんす、旦那さん。向こうの畑を踏み荒らさんようにな。わかりました、旦那さん。さあ、寝るわ、もう雪。うん、じゃあ行ってくる。気をつけて行くんだぞ。はーい。早く早く。ね
戻ってきたわ。はいはい、さ、できましたよ。お待ちどうさま、さ、行きましょう。おばさん、行ってきます。お願いね、ネロ。それからアロア、森は初めてなんだからネロの言うことよく聞くんですよ。はい、行ってきます。そんな無理だよ。やーほー。 あった。ほら、ここにも。これイチゴじゃないの？イチゴはイチゴだけど、そんな風に茎から取っちゃダメだよ。ほら、こういう風に取らなきゃ。でもこの方が綺麗じゃない？お花もついてて。その花がこれから実になるんだよ。そうか。今度来た時にまた取れるってわけね。うん、そうだよ、アロア。今度から上手に取るわ。さあ、アロア、向こうにもっとたくさんあるところがあるんだ。行こう。え、競争しましょう。よし。これだけあればたくさんジャムができるぞ。アロア、取れたかい？いっぱい。ほら。わあ、すごいよ。僕のより多い。ほんと？ほら。ほんとだ。うわー、勝った勝った。あ、アロア。いつまでもそんな格好して。ほら、あ、巣から落ちたんだよ、きっと。大きな口開けて可愛いわ。餌を欲しがってんだよ、かわいそうに。連れて帰る？そう、鳥かごに入れて飼うの。綺麗な鳥かごに入れてあげるからね。ダメだよ、そんなことしたらすぐ死んじゃうよ。どうして？大事に育てるわ。まだ生まれたばかりだもの、自分で餌は食べられないし、まだ飛ぶことだってできないんだよ。つまんないな。さあ、アロア。そうね、死んだらかわいそうね。いいわ、ネロの言う通りにする。うん。よいしょ。あ、もうダメ、届かない。よいしょ、よいしょ。
待ってなよ。もうすぐ仲間のところへ戻してやるからね。さあ。仲間と一緒に大きな口を開けて泣いてるよ。うん、聞こえたわ。ハロー。親鳥だよ、きっと。あのひな、餌に間に合ってよかったわね。うん。の小屋があるんだ。でも村から遠くなっちゃう。村へ戻ったんじゃ途中で振られちゃうよ。やっぱり降ってきた。これね、ほら、あそこだよ。あー、よかった。さあ、急ごう。ほら、よいしょ。あ、アロア、大丈夫かい？大丈夫。でも、イチゴのカゴ落としちゃった。え？あれなら大丈夫だよ。後で取りに来るから、アロアは早く小屋に入るんだ。ミシェルおじさん、入ってもいい？おお、ネロか、お入り。おじさん、雨宿りさせてね。ああ、いいとも。突然降り出したもんな。濡れなかったかい？おお、今日は可愛いお客さんが一緒だな。こんにちは、おじさん。ああ、よく来たね、アロア。え？初めてなのにどうして私の名前知ってるの？いつもネロから話を聞かされてるからな。あ、ネロったらいつも私の悪口。あら？ネロ？ネロ？ネロ！カゴを取ってくるよ！濡れちゃうわよ！もう少し小ぶりになってからでいいのに。どうしたんだね？私がさっき落としたイチゴのカゴを拾いに行ったの。でもびしょ濡れになっちゃうわ。ネロはそういうやつだ。止めたって気がしないさ。あれ？
ちゃったな。ネロ遅いな。なに、今頃流れたカゴと追いかけっこしとるんじゃろうって。あ、そうじゃ、暖炉にあと 2,3 本薪をくべといておやり。はい、よいしょ。ただいま。ネロ。ほら、ヌエネズミのお帰りだ。あ、びしょびしょ。半分流れちゃったけど、後で僕の分をあげるよ。ネロ、ありがとう。うん。さあさあ、早くこっち来て服を脱いで温まらんと風邪をひくぞ。そうよ、さあ、早く。あの子たち大丈夫かしら、この雨で。今ネロに何を言っても無理だよ。どうして？ネロは絵を描き出すといつもこうなんだよ。ネロが絵を？そう、いつもここへ来ると絵に夢中だよ。まあネロ、村にいる時には絵なんかあんまり描かないのに。だって上手くないもん。だから僕…違う違う、そりゃな、一つは可愛いアロアちゃんと遊ぶのが忙しいからじゃよ。それから？それからもう一つはな、ネロの家ではな、絵を描く板がすぐ薪になっちゃうのさ。うん、薪に？おかしい。どら、今日は何を描いたんだね。ほう。おー、これなかなか綺麗な花じゃな。え？やだな、おじさん、花じゃないよ。え、いや、花じゃないのか。そうだよ。それじゃ、なんだね。おじさんはいつも間違えるんだもの。で、私にも見せて。なんだか、わかるかい？わかった。小鳥の日だよね、ネロ。うん。かわいい。おじさんたらひどいわ、花でなんて。え、いや、鳥の日なんか。そうか、いや、ごめんごめん。そうよ、もう一度よく見てちょうだい。おお、確かに鳥の日なだ。そう思って見直すとまるで生きてるようじゃな。おじさんたら今度は一人で感心しちゃって。いや、うまく描けとるよ、ネロ。今頃褒めてもさいわ。いや、すまんすまん。晴れてよかったわ。お帰りなさい。ああ、雨のおかげで一軒寄らずに切り上げてきた。小説旦那！ハンスさんですわ、あなた。どうした、ハンス？お疲れのところどうも。いや、今そこで旦那のお姿を見かけたものですから、早い方がよかろうと思いまして、これ、今月分の粉の帳付けが終わりましたので。いや、それはどうも。あいつもすまんな。小説旦那のためならいつでも。それはそうと、本業の仕事はどうかね。ああ、まあまあです、はい。
そうか。いつも世話になっていることだし、本業の仕事を一つ頼むか。はい、それはもうありがたいことで、それで何をお作りしましょう。奥様の買い物かごでも。え？アロアのよそ行きの靴を。なあ、お前。ええ、それはアロアもきっと喜びます。アロアお嬢様のお靴を。かしこまりました。では早速作らせていただきます。では、ごめんなさい。さあ、早速アロアに行って喜ばしてやるか。あの。ネロが絵を描くなんてちっとも知らなかったわ。もう少し上手くなったら、アロアの絵を描いてあげるよ。うん、きっとよ。教会の鐘だわ。遅い。もう帰ってきますわ、きっと。アロアは森へ行くのは初めてだろう。ネロは賢い子です。あの子がついてれば心配いりませんわ。賢い子がついていればもっと早く帰ってくる。雨に降られた上にこんなに遅くなって。風邪でもひいたらどうするんだ。あなたし、ちょっと見てきますわ。何も、ネロなんかと遊ばせなくても良さそうなもの。アロア。ママ、ただいま。おかえり、アロア。ほら見て、こんなにたくさん取ったの。途中で落として半分ネロにもらったんだけど。そう、よかったわね。さ、パパが心配してらっしゃるから早くお入りなさい。はい。パパ、ただいま。おばさん、ごめんね。遅くなっちゃって。いいのよ、ネロ。今日はありがとうね。じゃあ、おばさん、さよなら。おじいさんによろしくね。はい、ネロ。ネロ、おやすみなさい。おやすみ。ネロ、ネロ、ちょっと待ってちょうだい。呼び止めちゃってごめんなさいね。これ少しだけど、おじいさんと一緒に食べてちょうだい。ああ、ありがとう。気をつけてお帰り。うん、さよなら、おばさん。じゃあね。ネロはアロアのお父さんを不機嫌にしてしまったことなど夢にも知りません。エリーナの親切に、そしてアロアとの楽しかった一日に心弾ませて家路に向かったのです。アントワープの町へ行く途中で、ネロは教会の写生をしている一人の画家に出会いました。画家はその絵をじっと見つめて、いつまでも離れないネロに絵を描く心を教えてくれたのです。そしてその後で、ネロは町の教会の中で大変なものを見たのでした。次回、フランダースの犬、アントワープの街でをお楽しみにね。